ついにこの日が来ましたね。えっと何でしたっけ？先生誕生日あの私の41歳の誕生日でございます。あ本当ですか？え今日？あマジですか？おおめでとうございます。ありが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 とうございます。もう41歳になりました。あれ？っていうか41歳だったんです。あということ、俺も1個目ですか？1個目です。1個目です。1個目か。はいはいはいなるほど。めっちゃ運 皆さん、半年先をちょっと生かしていただきたい。<laughs> なるほどね。<や> <laughs> 特に何もない40歳ではございましたけど。<laughs> はいや <laughs> いや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 。まあでもコロナの、ね、中でしたからね。まあ仕方ないですよね。そ,よそのコロナ話なんですけど、私実はあのこの2週間、はい、コロナになっておりまして。ああ、そうなんだ。いや、もしかしたらと思ったんですよ。体調悪いって言ってたんで。いや、もう地獄でしたね、本当に。あ症状は何でした 工状は熱とけんとにかく倦怠感と頭痛とめまいがもうひどくてあ,あ息は大丈夫でした呼吸は大丈夫でしたいやそれがですね、うん、あの最初の放送そうだったんですけど 1>,、うん、1週間ぐらいしてからあのあの酸素の数値が下がりだしてで咳が出るようになって、うん、でなんか自宅療養ってあの検査を受けた時とかに うん、ここに電話してくれみたいな危なくなったらここ電話してくれと、はい、酸素の数字が93以下になったら、はい、なんかコロナ119っていうなんか番号を教えられてここにとりあえずここに電話してくれっていうのを教わって 1>,、うんはい、で1週間後にもう91とかになってきたんで,、うん、でも咳後出まくるんであ<ー><話>91は結構やばいですねそうですしかも梅原さんからまあ話聞いてるじゃないですか,かもう起きたら 起きたらももう息苦ししくて死ぬかもしれないみたいいなきなり来るって聞いてたんで、うん、これやばいとでしかも、うん、あのそんな簡単に入院できないって聞いてたんで、はい、もういっぱいな状態なので91の段階でもう電話して先入院しといてやろうと、うん、もう悪くなる前に。と思って、うん、その119に電話したらですね どうされましたか?」って言って「いやもうこういう状態で、うん、あの苦しいんです」みたいな、はいああの「とりあえずあのお名前伺えますか」みたいな「うん、で電話番号とみたいなのをまあ伝えて、はい、じゃあこう保健所が今もう自宅療養者をだからリスト化多分してるんですね。で「桑野さんですね」みたいな「ちょっとデータ検索しますね」みたいな「あありましたありました」ありました桑野さんあの明日で 療養、うん、解除予定になってますけど、うん、解除でいいですかとか言われて、はい,い,やいや。いやいや、いいわけねえだろ、みたいな <laughs> 苦し、苦しくて電話してんのに、<laughs> 解除でいいですかって、うん、いや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 、みたいな、<あ>なんか、それで今、苦しくて電話したんですかああ、そんな大変ですね、みたいな、うん、あのでみたいな感じで聞いてくるんですよ、大変ですね、でみたいな。いや対,対応が俺の時とも結構変わってきちゃってますね、じゃあ、たぶん。 まあもう多分めちゃくちゃ忙しいなんかその電話つながるだけでも10分ぐらいかかったんで相当多分人が多くてまあなんか結局なんかその後その人が看護師につないで,で看護師に症状を言って看護師が今度先生にそれを伝えてなんか入院が必要かどうかジャッジするみたいな。なるほど で結局僕の場合はなんかまだ,まだその入院するほどの段階ではないみたいな言われて、うん、あのもうちょっとひどくなったらあの入院検討しますんでって言って結局病院には行けず点滴も打ってもらえずうわーきつかったですねそうなんですよでこ,このコロナ119何のためにあるんですかみたいな, <laughs> <laughs> なんかとりあえず薬伝えてあ、うん、じゃあその薬飲み続けてくださいとか言われてええーいやいや いいやいやこれ何のための電話だよみたいなこんなって言って薬なんか新しいのもらえないんですかってごねたらなんか違う痛み止めとかあの郵送で送られてきましたけど、うん、で実際その新しい薬の方が効いたんで、うん、ごねてちょっと良かったなみたいななるほどいやごねるのも大事ですよね命かかってるんでいや本当に、うん、本んにもう助かりましたけどそれでっていうまあちょっとこの 誕生日前の2週間ちょっと激動だったんですけどまだ無事無事41歳迎えれてよかったですねじゃよかったですよかった本当に、うん、健康ですねやっぱり40歳からは <laughs> 健康が大事ですよね <laughs> 健康大事ですね,、うん、ね健康あればもう何でもいいなと、うん、本当にいやーっていう、まあえー、9月8日なんですけど、うん、今週9月12日ビーストカップが 日曜日ございます。はいはい、ということで、えー、結局550名ぐらいのい皆<や>さんも結,結,結,結構いきますね。<laughs> そうなんですよ。うんなので、また朝からあの大会をして、ちょっと夜までかかると思いますけど、上原さん、はいはい、にもちょっとご参加いただいて、はいえー、皆さんぜひ見てくださいと。はい、たこの後、キャンセルエントリーの受付もまたしますので、またページの方ご確認くださいはい。はい あと、今日発表があったと思うんですけど、9月20日にコードネーム大会があると。うん,うん、そうですね。これはどういう大会のになるんでしょうか。えっとな、まあ、そのまそのま、そのまま、そのままの通りなんですけど、<laughs> コードネーム大会でして、<laughs> で一応簡単なまあ形式としてはですね、<laughs> えと今、28人人が集まったんで、28人、えー、はい。 というわけで、7チーム。7チーム ?7 スパイ弾できまして。1チーム4名ってことですよね。<laughs> そ,うそ,うそうそうそう。はい、なので、えっと、うーん、トーナメントやるんですけど、まあ、1チーム、えー、はい、なんでしょう。シードで。はい。で、えっと、なんか R がちょっと遅れてくるらしいじゃないですか。はい。 なので、まあ、R シードでいいかな、みたいな感じで、はい。で、まあ、それ適当にトーナメント組んで、はい、普通に決勝戦、みたいな。で、ルールとしては、先、え、方、ー、1点、地方1点、で、はい、3人目が2点、勝ったら2点。2> 2点で、その場合、あ引き分けになっちゃう可能性もあるんで、引き分けになった時だけ4人目登場という形式でやろうと思ってます。はい。おお、うん。結構もうじゃ のの戦いになるってことでですすねねチーム同士のそうす、ね、ただチーム分けがランダムなんでああなるほどはいあの本当にむ,むかつくやつと組む可能性はありますよねなんでこれが伝わんねえんだとか <laughs>、うん、まあそうそれがまた楽しいんですけど見てる方は、うんえー、ちなみに28万どういった方々があじゃあ1一,一応じゃ今言いますね<お> <laughs> すごい数なんですけどはいえっとですね いきますメンバー読み上げます。はい、えー、私、R、水葉、石井、虎某、瑛太、大須、中途、折笠、黒人、ミート、ゴ一イチ、板山、ゴンタ、ナウマサン、三太郎、ガチ、えー、ダブル、えー、ゾウ先輩、時戸、ドグラ、ナルオ、ハメコ、ボン、ボン、孫、 いうチョモス・ケイスケですめちゃくちゃ豪華なメンツじゃないですかそうですねあのオジリーグとトパンガリーグ足したようなメンバーですね足したようなそれ閣議でやってほしいなくて言いたくないぐらい <laughs> 確かに閣議やれみたいな <laughs> <laughs> こ,このメンバーでなぜかオドネモやることになっちゃいましたねオドネモやるとはい,いや。結構じゃあ時間もかかるってことですよね半日ぐらいかけてってことですよね そうですね結構かかると思いますね。あの大体い試合、はい、まあ90分ぐらい見といた方がいいと思うんですよ。まあ、はい、マックスで。なので、まあそれを6セットなんで、はい、結構ですよね。結構,ね結構ですよね。皆さん、じゃあ9月20日はちょっと1日構造ネームをご覧いただければと思います。はい、楽しみにしてくださいはい。 えー、では本日も、えー、格闘ゲーム会のご意見番のフードさんに来ていただいておりますので登場いただきますフードさんお願いします。はい,いよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません今週も特にあのお題を設けたメールとかないんですが、はい、うん。リアルタイムメールあの年々募集しておりますので、はいえー、お送りくださいと。はい。はい、ではこれこれ一番上からでいいんですか。<laughs> あ違いますよねこれどこから見ないんだ。途中から。

そうね。思いますね。なんかありましたか変わったことは。うーん。まあ、なんか、話したいことというなら、やっぱ、うん、ストリートファイターリーグの、なんか、話とか。うん,う,んう,んうん。あの、モルドさんと、あれらしいじゃないですか、あの会って話したっていう。あはいはいはいあ。会って話したね。うん、うんで。俺も本当は会いたかったんだけど、やっぱ予定がちょっと合わなくて、俺、行けなかったから。うん。で、実際に話すと、やっぱ結構、感覚みたいなのって変わるじゃないですか。 そうだね。うん。どんな子でした <laughs> どんな子えっ、ー、とね。うん、うん。まあ、おとなしそうな人だよ。やっぱり。あ、なるほど。うん。多分、それは、こう、俺たちに対して遠慮があるっていうのを踏まえても、もともと結構おとなしめの人なんじゃないかなっていう感じ。なるほど。 うん。こう、引っ込み思案みたいな。うーん、そんな感じがしたね。うん。うん。まあ、いかに、ね、その、段で。まあ、だか、さすがに、ダンで行くだろうしな。ダンで頑張るだろうしな。あそうっすね。まあ、なんかいろんなキャラやっぱ使えるのは、こう、うん、もう確認はできるんですよね。そう、そうだよね。うん。うん、やっぱダンで、 やってほしいなっていう気持ちは俺は結構ありません、ね。<laughs> まあそうだね。うん。まあ、勝率もそんな考え気すんだよな。よっぽどのキャラツじゃない限りは。ダン使ってた方が勝ちやすいんじゃねえかなって気がするんだけど。まあ今回、うん、しかもその、すげえキャラ差があるんだったら回避できるじゃないですか。まあそうだね。うん。うん、まあなんで、段を伸ばすって方が、むしろ後のモルトさんの成長にもすごい変わるのかなって思いますよね。うん。 なかなか。でも、実際にこう、チーム練習したり、ね、じゃあいついつ誰誰とやろうみたいなこう、固まってくると、やっぱなんかこう、いいね。うん、いけそうな感じが出てくるね。そうそう。しかも、梅田さん、野次合い100連勝しましたよね。あそう,そう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 。うん。なんか一応、2先で慣れておいた方がいいかなと思って。うん。結構、2先頑張ったりとか、最近は、してる。それはなんか、あの、 出しております <laughs> <laughs> 結構、だから、やっぱシフトをたくさん使うようになって、勝ちやすくなったのかもしれないな。安定するようになったのかもしれない。あ,あそうなんですね。うん,うん、そう。まあシフト対策もやっぱ、結構明確な答えもあるし、音、あのーうん、恵の方がでかいかったってことですね。う,う,ねうん、トータル音恵の方がでかそうだね、今んとこね。う,ん、うん。やっぱ、近距離の、 怪しい場面ってあの、別にそういう場面でもガエルってにそんな弱くないと思うんだけど、サマーもあるし、うん、ショーパンソニックリ,リターンあるしで。と,とはいえ、でもやっぱり大ダメージもらう場面ってあそこじゃん。どうしても。まあそうですね。うんだそこをこうごまかせるっていうのは、かなり安定感出るんだなと思ったわ。やってみて。うんうん。ただでさえこう、投げ捨てしてもいいキャラじゃないですか。ううん、そうだね。うん。うん相手もシフトとかまであると、 まあ結構その通常だけめっちゃ増えたりもするしそうなんだよね普通の爆捨てとか超強かったりしますそう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 だからサマーを使わなくても選択肢がめちゃくちゃ広くなってる状態だからなるほどねそそうそう,そう火力が伸びるのか そう、サブラまあそうだね。シフト使うと CA で KO を狙えるから、軽く、まあ、ねうんねうん、の、そこのゲージ運用で結構変わってんのかもしれないですね。そう。劣勢なんだけど結構ゲージ残しとけるみたいなのもあるし、まあ、もちろんね、シフトブレークから、その回収まで来たらもう、そのもう万々歳だしね。言うことないからね。んうん。60点入ったら。半ゲージ60点もやっぱでかいでかいよ。異常にでかいよ。 まあそうっすよね。<laughs> 異常だよ。3ゲージうん。<laughs> 確かに。異常、異常だよ。だって1ゲージ120って、まあ単純計算だね。うん。うん、そうですね。うん。っていうことは3ゲージ360ですからね。かも、うん。おそらく3ゲージ以上使えるんですよ、ね。そうだね。本気出したら多分、うん、いや、5とか、5とか普通にいけちゃうと思うよ。5本。ああ、状況によっては。まあそうするね。だ、うん、<構>だって4本が、 うん、4本が普通に使えるじゃんあのゲーム一応。うんで。そこでシフトで取っちゃえば、もうそれだけで5回使えるよ。え、あれやっぱレバーガードってめっちゃ変わりました変わる。うん。あれは変わるね。うん。シフトボタン欲しくなりますよね。いや、そうなんだよ。それがさ、で、俺さ、もうさ、ただでさえさ、ボタン配置買い、買い、なんつうのもう普通のゲーセンにはもういけない体になってるわけじゃん、俺のボタン配置って。 大キックが一番右、一番右上に大キックとかあるからさ、うん、そ,うそうそうそう。はいはいはい。だから、なんだろう。で、シフトつけたいなと思ったんだけど、もうね、置くとこないんだよね。一番右下とかにつけてもさ、とっさに押せないから。右下あ、はい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 。うん。だったら別に普通にやるっていいのかな、みたいな。その、あの、ユリアンのエイジス連携とか決め、決められた場面とかは、もちろん右下使うんだけど、 うん、とっさの時はもう、だって、右下に指を置くと、もうかなりあ、でも小指を置けばいけんのかな、結果的になんか、俺、なんだろう、同情しミスって台板とか出て食らうっていうの、まだやっぱ起きちゃうんですよね。はい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 。だから結構悩んでるんですよね、そのミス、結構寒いなっていう。いや、でもそれ,それってたぶん、え、しゃがみじゃなくて、立ってても出ちゃう、立っててですね、<あ>なんかね、連打、うん、しすぎてるのかもしれないな。 あー起き上がり起き上がりとかああ起き上がりは確かにボタンあった方がいいかもしれないねうん連打で出るし絶対うんうん俺と一応余ってるからなんか俺ミカとポイズンとかバーディーでボタン配置を変えたくないっていうのが実はあって、うん、あそうなんだ結構ほの人って変えてるんですよ うん。<や>キャラによってね。はいはいはい。うん。うん。変え,えるなん中嫌だなぁと思って。うん。今まで変えてないんですけど、ちょっとそこが、なんか。全然、いろんなキャラ使う方が難しいと思うよ。うん、ボタン配置変えるぐらいだったら。変えるぐらいだったらっていうか、変えるぐらいの変更点の方が全然大したことない、うん、俺も影使ってるとき、パンチ3つつけてたから。ああ、まあ、小流券とかそうですよね。そう。 弱、弱竜巻から、あの、少量圏が安定しないのよ、実は、影って。EX 少量が。ああ<ー>。そこを、まあ、3つつけると安定するっていう。難しいんですかミカもこの EX ピーチへ、パンチ3つないと超安定しないところとかあるから。ああ、そうなんだ。あ、じゃパンチ3つ、あ、つけてんだ。ミカパンチ3つですね。あと、コパンピーチとかも、パンチ3つないと結構きついっすね。うん、え、どこにつけてんのえっと、右下。どうやって押すんだ、それ。 小指ああ小指かじゃあ人差し指であ,あそう押して全部小指にずらします、うん、であのコンボの時は、うん、えっと中指、えっと、人差し指であのずらして普通に通じ式を押すコンボの時は中指人差し指はいあの,のああ普通のコンボの時はっうことはい普通のコンボでやる時はやってで、うん、仕込みの時コパンの仕込みの時小指で押しますああ、はいはい、なるほ、ね、どなるほどまあ仕込みは絶対必要だもんね れはあのー、むずいですよね。全体が見つかたらむ。むずい。俺も竜で、竜のシーズン2を通して、竜ちょっとだけやって思ったのは、うん、このバージョンの竜の唯一人に誇れる技はシャがミショーパンチって思った。それ以外強い技なかった。<ー>ガチで。しゃがみショー、俺、初めて聞いた、今。<laughs> え、嘘。シャミショーパンチだけはガチで強かったのよ。竜。うん、シーズン2のね。 で、はい、それに EX2 つマけ仕込むと、結構強い置きだったのよ。あー、はい、はい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 。そう。だから、あ、これはと思ったんだけど、3つがないと無理で。あーそうっすね。そう。んでね、でもなんか他にも付けたい3つがあったりとかなんとかして、なんかなんかもどかしいなぁとか思ってた気がする。そ <laughs> う、ボタン。キッとパチカオとかどうあるんですよ立ち中継のところにキック2つでやってるんですよ。うん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 。はいはいはい。 全然やるよね。うう全然ある、ね。ういうなんか。いや、なんか結構工夫の余地ありそうだな、カスタマイズはっていう。いや、俺ね、それで言うとね、はい、あの一番右上、はい、あ、じゃその一番右上を今大キックにしてるんだけど、僕、うん、ここはキック3つにしようと思ったの最初。はいはいはい。そしたらサマーもそこで出るし、エックスサマーもね。うん、そうっすよね。はい、うん。で、大サマーって基本まあ特殊な状況でしか使わないから、そ、それを通常の大キックの位置にした方が、うん 取ったら強いかなとか思って。うん、汎用性がある、ね。そうそうそう、EX の方が。うん、で、と思ったんだけど、これね、問題が一個あって、えっとね、後ろ引きながら、その、キック3つ押すと、逃げそばとが出ちゃうんだ。あー、へえ、ー、大キックが優勢されないんだ。えーっとね、後ろ引き、大キックっていう技がないから、そばとが出ちゃうんだよね。あ、へえ。そう、えっと、前大キックはリバスピがあるから出るじゃん。 うん、で、大足は、しゃがみは、その、特殊入力がないから、当然出るじゃん。うん、でも、後ろってやると、えっと、後ろ引きの技が、ソバットとニーバーズ、あ、ニーバーズは、まあ、前、前でも出るんだけど、で、ソバットと、まあ、ニーバーズが後ろ引きであって、大キックがないから、キック3つでやると、うん、特殊入力が優先されちゃうじゃん。で、ソ、うん、あの、ソバットが出ちゃうのよ。うん、で、あ、引きながら大キック打てないのは、ちょっと、微妙だなと思って、<laughs> そこのキック3つにするのはやめたんだよね。 ガードしながら、ミカも立ち中ンがそれできないんで、うん、あれもう慣れましたけど、うん、やっぱ超嫌ですよ。立ち中タッチチパンミカって後ろ中盤打つとロープ出るんですよ。立ち回りから中ン打つのとかで、でもミカとか、ああ、なるほどね、なるほどね。はい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 。はいはい、ロープに関しては、しかも前で出るから後ろいらねえだろうって。 後ろとか前どっちかで出ないのが強いもんね。そのまま出せるもんね。はい、えー、前入力だけにして、そっから、あの、任意な方向に飛ばせるでいいのに、うん、後ろのチューパ盤ーでロープ出ちゃうんで、うん、はいはいはい、そうだね。あのうんそう。あれはね、本当になんか、悩みポイントでしたね。性能は一緒なのか全く一緒前と一緒。全く一緒です。全く一緒です。 全く一緒なのに両方出ちゃうんだ。外部のそばとかはさ、はい、一応進む方向が違うからさ。あ、そうそうそう、違う技だからいいですよね。で、ニーバズも後ろで出すのにさ、一応ソニック溜めれるとかさ、利点があるから、えーまあ、まだいいんだけど、意味があるんだけど。とあの、思ったより発生多分遅いんですよね。あの、シビーとかも超狙いにくくなるんでな,るなるほど、なるほど。あと、あと単純にミスっちゃうし、見ミスっちゃう時ある、やっぱ。あ,あ、ロープが出ちゃうってと うん、あ結構ダイパン使ってるもんねダイパンは後ろ入れっぱなんで発生はダイパンの方が遅いんですけど、うん、2>, まあ2フれ違うのかな、うん、結果的に認識してニュ,なんかニュートラルに通すのと、うん、そのガードしながらで、ね、変わらないなっていう判断でダイパンしてます、ねうん、いやーでもあのー、ダイパンってさ本来なら結構さ前じゃん逃げがさ対策だった。 対策っていうか、その、怖かったりするじゃんうん。あ、このゲームって。中攻撃の利点って多分、飛ばれても対応できるっていう点だと思うんだけど。あ、うん、そうっすね。うん。だから、まあだ、だから、その、ミカってさ、その、大、要は、後ろに逃げても、ま、ほぼ、ジャイスが隠るから、うん。その、別に大パンつ、使えるじゃん強気に。と思うんだ。うん、あ、そうっすね。うん。なんだけど、うん、今回シフトがあるから、普通に前ジャンが選択肢に入っちゃうんだよなあれ、激ヤバス <laughs> しかもね、簡単になった疑惑あるからな、あそこあれ。あ,あれある、ああれやっぱね、いや、本当最近梅原さん対戦して、うん。そうやっぱ俺って聞きましたよ。いや、れこれやっぱこれやばいよなっていう。<laughs> そういや前作はちょっと難,難しかったんだよね、すごくね。前作とか。かそう、前の場合はね。まあまあ、うん。できたけど、まあ、むずいなっていう判断だったんですけど、うん。うん、なんかバンバンやられて<あ>マイジャンプ V シフト。そうだね。 るこれ,れ無理やんっていや確かにあれが普通に <laughs> あれが普通に通り始めるとバーディー三はないいんで相当改革が必要だな,なっていううんなんかだからその1フレームになんだっけ1フレームシフトが出ませんとかいう現象が治ったから、うん、猶予が1フレーム増えてんじゃないかと思うんだよなあれ あの手の位置は絶対美味しいですもんね。単純に今までが1だったら2倍になってるってことそう、2倍だし。多分もともと2ぐらいあったから。うん。だから3ぐらいなってんじゃねえかな。うん。3はできるよね。やっぱね。しかも失敗してもいいじゃないですか。失敗してもいい。まあもともと食らうべきものだからね。うん。成功した時に激高リターンで。そうだね。うん。あれは強い。うん。 じゃあ、メール、そろそろ行きますか。そうですね、行きましょうか。うん。えー、っと、ちょっと待ってね。えーっと、なんだこれ。見たえぇ、ー、待ってよ。 ああ。何がいいかなゲームの話がいいのかなまあ、何でも。まバ,バランスよくいくか。よいしす了解です。ね、ゲーム行ったり、ゲームじゃないの行ったりっていうね。じゃあ、この、青さんこんばんはって来たの。これ何なんだこれ <laughs> 何なんだよ青いねえし。<laughs> <laughs> だってありますね。うん。昼気にしようかな。 えー、です。好きなゲームや漫画に出会った後、ネットでその作品がボロクソに言われているのを見て、悲しい気持ちになるという経験がよくあります。匿名性の高いレビューサイトなどは、どうしても吐き捨てるようなコメントが集まりやすいということは分かっているのですが、身近にその作品を語れる友人がいないと、自然とネットにそれを求めてしまいます。お二人は好きな作品の世界の、あ,じゃあ、好きな作品の世間の評判が気になることはありますか また好きな作品がボロクソに言われてるのを見ても気にしないことなどがあれば教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。<ー>す好きな作品がボロクソに言われてる経験があんまりねえな、俺。実は。ああ、いや見るところ見るとってやつなんでしょうね、これもね。ああ<ー>。だから、多分そこをうちらが見てないんだと思います。なるほどね。うん。まあ、<え>わざわざみたいな感じなのかなっていう。うん。 ななんかかあったかなそういう経験、これ俺好きなんだけどな、みたいな。けどな、なんか、置き換えると、うん、なんか、あの例えば、自分たちが今,今やってる配信とか、個人でやってる配信と一緒だなと思いましたね。それって、まあ、作品みたいな感じだと思うんですよ、配信って。はいはいはい、なるほどね。やっぱ、こうネットで、ね、ボロクソ言われるっていうのもあると思うんですけど、うんやっぱ、好みだなっていう、人そ,それぞれだなって思う,う、ね。<laughs> うしかないですよね。よね人に対して、うん、うん。その、好みなことをやると、結果的に違う人には好みじゃないとか、になっちゃうんで、うん、だ配信とかもやっぱすごい難しいなっていう、ふうになんかこう、質問を見て思いましたね。そうよね。だからまあ、大勢の人に受ける立ち回りをすれば、す,するか、まあしないかみたいなね。でも俺テレビなんかはもう深夜番組しか見ないのよそれって、なんだろう、マイナー、マイナーというか、 まあ時間帯もあるんだろうけど、視聴し、うん、視聴率は低いわけじゃないまあそうですね。そういう意味では、テレビに関しては、えい,い、なんだろう、うん。いわゆる人気のテレビ番組うん。ゴールデンタイムのはほとんど見てないなうん。なん,なんか、なんか、スーツ着た発言みたいな感じの内容ってやっぱ、もう飽きてきちゃったりもするじゃないですか。 うん、そうだね。うん、ネットがあるしな。要するに情報源っていうか、もっとぶっちゃけてる情報源があるわけじゃないもうすでに。うん、無料で。ね。テレビだとやっぱり、みんなどうしても言えないことがたくさんあったりするからさ。深夜だといくらかそれが緩和されてるから面白かったりするんだけど。ネットフリックスとかやばいですからね。ああ<ー>。それも、もっともうぶっ壊れてるバージョンの内容を出してくる <laughs> 確かに確かに、そうだね。うん。だ逆にこう、ボロックソを言えるって、 っていうののをちょっと求めてるのかもしれないです、ねうん。基本ね、日常生活では言えないからね、あんまりね。うん、俺らもう配信中とかは言わないもんな、そんなに。あれはダメだとか。そ,そ,そういう芸風の人もいるかもしれないけど、まあ、あんまり基本的には言わないじゃん。オンラインだと。うん。まあなんか、色ですよね。色が出ちゃうっていうのがありますからね。うん。作品がな 漫画とかも俺超なんか漫画も映画もすげえ、いわゆる人気の作品を見てるからさ、が好きだからさ。うん、あなんかあんまりないな、そういう。えぇ、ー、俺はこれ好きなのにっていう悲しい経験を、悲しい思いをした経験があんまりないな。だから、芸人税だからなのかもしれないですけど、共感が低いかもしれないですね。共感されなくてもいいやってああー、それはね、あるかもしれない。 うん、俺も最初、秋葉原のゲームセンターでその大人の人たちと遊んだときに、一番居心地いいなと感じたのそこだったもんね。共感がないうーんというより、まあ、同調する必要がないというか、みんなそれをむしろ毛嫌いしてるというか、ここでそれはやるのやめようぜみたいな空気があって、それはすごい居心地が良かったんだよ、ね。でも日常だとさ、結構みんな話合わせたりするわけじゃん。うん、まあそう それは居心地よかったから、まあ、もしかしたらそうだね。ゲームセンター出身だから、別に人に認めてもらえなくても、そんな当たり前じゃんと思ってるところはあるかもしれない。うん。はい。<が>まぁそんな。性格、性格って感じっすかね、多分そうだね。うん。どうぞ。じゃあ、フードさん。はいよ。<laughs> うん。これをしようと思ったら。あ、じゃあ、パープルさんで、こんばんは。今日、親知らずを抜いてきました。うん、怖かったです。上原さんたちには、敗、うん、者とか虫歯にまつわるエピソードなどありますか、うん、ぜひ教えてください。あるな、俺は1個あるよ。俺もある、あるからこれ。マジ俺、しかも2個あるよ。あ、2個,2個は言い過ぎだ。<laughs> 数。1.5個って感じ。 俺、どうでかいの一個ありますよ。え、マジ？はい。じゃあ、俺の弱いのから言っていい弱いっつうかまあ、どっちも別に大して強くねいんだけど。一応、弱いのから言っていいはい。俺ね、えっ、ー、とね、小学校5年生の時に、あ、違うな。えっ、ー、とね、ああ、いや、いいんだ、いいんだ。小学校5年生の時に、全校、まあ、全校生徒というか、全校児童が、えっ、ー、と、こう、まあ、歯医者さんが、 学校に来て、みんなの歯をこう、検診して、で、めちゃくちゃ歯がいいと。ものすごい健康、いや、あれなんて言うんだ。有料、健康有料児じゃなくて、ま、歯が、すごく健康な、もうすごい素晴らしい歯を持ってます、この3人はっていう3人に選ばれたのよ。全学年でだよ。それが、小学校1年生が1人と、小学校5年生が2人だたそのうちの1人が俺だったの。おすごいですね。そう。で、 まあ、昔からうちの親父に歯はね、ちゃんと磨けとか言われてたから、うん、あのーうん、まあそのおかげかなと思ったんだけど、ところがね、あれがね、小学校6年だから中学校1年の時にね、虫歯を言い渡されまして、お<う>その時ショックだったね。なんかすごい大事なものを失ったような、頭クラクラしたね。う,うん。だって、ね、そんなの選ばれるってことは、うん。絶対虫歯になっちゃいけないみたいな人じゃないですか。そう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 。 かなり、なんかそれ俺のアイデンティティだったんだけど、失われて、結構ショックだったな。幼少期に結構ショックだったランキングが高い。虫歯があるって言われた時に。ああ<ー>。<laughs> 起きないんじゃないのえだからあれ、私ですね。そのうん、自分は違うって思ってたのに、うん、そうなった時にこう、絶望感みたいなのはあるそうそうそう。そう。えー、っていう。そこ俺の売りなのに、みたいな。うん そういうショックあったな虫歯いじり今までしてたのにとか,い,か <laughs> いやいじりはしねえけど <laughs> な歯の話題になんねえからあれだけど <laughs> なんかね歯歯いやでもやっぱそのまあそのゼロと1ってやっぱ全然違うじゃない、ね、虫歯ゼロとさああまあそうですねう,ーんうん,うん,うん、うん、ゼロだったんだけどまあですよまあなかなか弱めでしたね確か <laughs> 弱いよあともう1個も弱いから先言っていいじゃんあああはい。俺ね、親知らず が、まあ、左右、4本ずつ生えてるんですけど、はい。えっとね、何歳の時だか忘れたんだけど、めちゃくちゃ歯が痛くなって、歯っつうか、まあ、口の中が痛くなって、うん。これなんだろうなと。たらどうも、でも歯医者に行ったんだよね。歯あ、口の中が痛いから。したらそのお医者さんが言うには、うん、あ、親知らずですね、というわけさ。 で、あ、親知らずか、じゃあ、ついに抜かなきゃいけねえか、と思って、とりあえず、まあ、上の歯だったか下の歯だったからバテたんだけど、抜くことにしたわけ。で、そこは俺の家の近くも近所の病院だったんだけど、なんかいろろな雑誌とかにも載ってたりしたのかな。割と有名、まあ、有名っつってもま、地元だって感じだけど、うん、なんか有名な人で、あ、じゃあまあ、安心だな、と思って、抜いてもらいました。だけど、痛みは引かないのよ。その抜いた痛みとは、別に、 前々から痛かったものが痛い気がして、なんか痛みが消えないんですけど、つってもう一回病院行ったら、実はその親知らずは、親知らずが原因は原因なんだけど、親知らずが、もう一本その前の奥歯を圧迫して痛みになってたわけね。で、それが、抜いた歯じゃねえ方だった。上の歯、上の歯を抜いたのか下の歯を抜いたのかって言ったけど、 その上下が逆だったのんミスじゃなくてまあ。いや、ミスだね。ミスっていうか、だから、判断ミスかなあの、治療ミスっていうよりは、えー、多分、この歯が邪魔してるんだなっていう、はいはいはい。目付けどころ、目のつけどころが間違ってたんだと思うんだけど、うん。ほいでい、関係ねえ歯一本抜かれて、えと、うん、思って。はい。マジと思って。でしょ、一言も謝んでるさ、じゃあ、これ、 痛,痛みの原因こっちなんで抜きますみたいに言われて。なんか、俺の中でやっぱ歯抜く。歯って、すごい大事なもんだから。悔し、まあ、らないそうそうそう、えいえいえやいえや。ん終わり <laughs> 謝罪なしみたいな感じで結構、えマジこいつと思ったんだけど。まあ、抜いて、まあ、一応痛み消えて。そしたら、しばらくしたら、その、病院というか医者は、あの、突然といなくなってました。 じゃあミス、ミスがすごかったといや、そうらしい。その後もミスやったらしくて、もういなくなっちゃったっつって。いらんなくなっちゃったっつって。ハンミスやっぱやばいですもんね。マジで、マジでムカついたな。だから俺、左だけ上下多いのよ、まだ一抜いてないから、それああ。右だけ少ない。それしかもう痛いやつ。痛くはない、痛くない。抜いたからさ、原因の方が。うん。そう、一本。だら、本当なら、親指が3本あるはずだったの、俺はね。 2> はい、で今2本になっちゃった、片方だけ。ああ<ー>、なるほど。うん。全部抜いた方がね、親しらやつはどっちしろ。うん、でもね、なんか別の歯医者行って、これやっぱ抜いた方がいいんすかねって言ったら、いや、別に抜かなくていいよって,って痛くないでしょっ,っあ<ー>。うん、痛くないなら抜かなくていいよって,ってああ、そうなんですか、ね。でもなんか左右のバランスがどうこうとか言うじゃないですかみたいな、ああ、いやいや、気にしなくていいみたいな、言ってて、まあ、そいつも怪しいけどな、そいつも言ってること間違ってる感じあるけど、まあ、痛くなったら来いよっていう、まあまあ、そうだね。 抜いた方がね、金になるからね、ここはね。そうっすよね。なるまど、いい医の可能性が高いなと思って言うこと聞いてると。じゃあ、特大、特大エピソードお願いします。どーし、じゃあ話そうかな。俺、あの、俺も親知らず抜いたんですよ。はいはい。多分、20過ぎぐらいだったと思ったんですけど、地元の歯医者行って。うん。で、なんか、俺、まだ選べるんですよ、なんか。 その短くて痛いのと、うんうん、長くて痛くないのどっちがいいですかみたいなえと治療の時間が治療の,あの、はい、内容を基本的にはじゃあ長くてあの痛くないのしてくださいみたいな大体の人はそうするわな、うんうんまあ、その二択選べるのまずおもろいなと思ったんですけど経済的には、ね、やっぱ短くした方がいいのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、まああ、えー、どういうこと期間ってこと ?1 日で終わんないの<う>あ期間 期間をめっちゃ長くできて、痛、うんえー、くないみたいな、少しずつやりますみたいなのを選べたんですよ。だって、ぐらぐらしちゃわないそれ。途中何回も通うみたいな。えーまあ、もしかしたら搾取,搾取されたのかもしれないですけど。うん、けど、一応、<う>まあ実際痛くないみたいな感じだったんですけど、親知らず抜くタイミングがあって、あるじゃないですか。でも、うん、まあそのと向迎えたんですけど、うん、その人、女性の方でやったのか。 多分ね、30分とか1時間とかもう、分かんないですけど、一生手プルプルしながら抜けないみたいな。え親知らずがだって、その日のためにめちゃくちゃその外堀を削って削って、もう刺しに刺されまくってよく分かんないので、うん。でも一生抜けないです。えー、ヒリひりってことパワー不足あの、結果的に言うとパワー不足で。うん。で。 次に男の人がその後に来て、うんうん、10秒ぐらいで抜かれて、すごいあの歯が癒着してました、力が足りませんでしたって言われて、うん、あの全然差別的なものはないんですけど、うん、もう女性の歯医者さん、だなと思うんです <laughs> それは、それはちょっと、なんだろう、あのね、地獄感がやばかったです。ででよああのであの 近くで、うん、あのマックスの力出してる人超怖いんですよね。あの確かに確かに。だって、しかもそれ自分の歯を、バケっと書いてて、んか他のとこ当たりそうだもんね、顔とかにね。口になんか喉に、喉にか刺さっちゃいけないものが刺さったりとかして、て怖いよな。それ怖っ。めちゃくちゃ怖いな、それ。うん、顎につけて、うん、自分でアッパーカットするんですよ。両手を。両手をあの拳握ってで、顎の下につけるんですよ。 うんうん、あ自分でで、うん、そう、自分で。で、うん、それを思いっきり上に上,に上げるんですよ。自分でねはい。うん、あの口を、こう、なんか、固定させるので。それとかも、本当にずっと、もう30分以上やらされて。いや、地獄。なんなんだよ、それ、やべえな。もうなんか、比力っ力ってと思いました、ほんとでも、確かに医療で比力があらいになるっていうのは、でも、医者ぐらいかもしれないな。 うん、普通、別に力いらないじゃん。うん、うん、そうっすよ、ね。なんか、てこの原理とかもな、なんかあるだろうって。<laughs> 確かに <laughs> かか確かにな。非力な人間でも抜ける方法はあるはずだよね。うある。すげえ昔からそれやってんだから、そういうのって。なんでパワー、しかも足らずで。いや、しかもさ、もいや、てか別にそんなんさ、2分ぐらいで気づけよって感じじゃん。あ、これ力足んねえやっていう。長かったっすよ。 いや、それ、いや、だめだな、それは。それは査定に響くとかあるんでしょうね。いや、いや実際、俺、やっぱり終わってるなと思ったんで。うん、その、やっぱり、こう、なっちゃうんじゃないですか、廃車内でも。うんうんうん。まあ、ね、この仕事はこの人に任せれないなって。まあ、ぜね、実際、もう本当に嫌だなと思っちゃったんで。え、そ最終日は痛かったのあ、えっとね、うん、やってる最中痛くないやつなんですよね。うん,うん。 うんけどなんか歯医者俺結構いろんなところ行ったんですけど、うん、そもそも別に短くても痛く痛いところと痛くないところの差が激しすぎてうん、なんか何とも言えないなと思うんですけど、まあ、確かに、うん、あのその親は抜く以外は大丈夫でしたええー、まあ歯を抜くってまあそっか結構力いるかなうん何かあのくっついてましたっていう、うん、しかもなんかこっちが悪いみたいな感じの。 <laughs> そうおめえの歯がくっついてのもありんだと <laughs> お前の歯尋常じゃなく,くっついてたぞ <laughs> まあじゃあ一応レイレギュラーっちゃイレギュラーなんだろうね向こうからしてもね本来ならもうちょい簡単に抜けてんだろうねまあ俺からするとね人がイレギュラーだなとしか思えなかった、ねまあね、まあまあそうだ本来ならななんかでもやっぱ俺らはさ医者は神様ってどっかちょっと思ってる部分あるじゃない完全に知識のないことだし、うん、もう 一,一切口出しできないよね。任すしかないからさ、うね、もう神様って思うしかないから、その人の判断間違ってるってなると、なんか余計腹立つよな。本来なら人間だからさ、ミスするに決まってんだけどさ、全権、うん、委ねてるがゆえにさ、おい俺がし、俺の信じた気持ち返せみたいな。<laughs> あと、頑張んなよって。<laughs> そうだねその。俺は早く帰りたいんだけど、頑張んなよっていう。うん、ちょっとチャレンジしますみたいな、そういう精神、やめてほしいなっていうのは思います 本当、うん、だな。うん。配車単位で直してほしいなと思います。うん、個人単位じゃなくて。まあるあるんだろうな。なその担当者としてのな、多分そういう経歴というか。ええー。なるほど。<で>それはひどいな。うだろう、もう、歯医車女性恐怖症です。なるほど。いや、それは俺もいい。もし、これ、仮に、青の機会があったら、腕振っておっさんに頼むことにするわ。うん。うん、まあ女性の力聞いた方がいいですよ。握力いくつですかとか。<laughs> いやそれで言うと、生体とか行ってもな、力ね、人に当たるとマジでイライラするけどな。あらしい。俺行かないからですけど、なんかマジでなんか何も感じないみたいな人いるらしいですね。うん。えっ、ー、と、そしたらどうしようかな。うん。 そうだなえー、っと。じゃあ、広脇にしようかなあ、待ってよ、ゲームの、ま、あいいか。とりあえず、いい日に名前言っちゃったしな。多い,いです。学生の頃は何の気兼ねもなく、つ漫画を読めていたのですが、大人になるにつれて読むのが辛くなってきました。多分、現実で辛いことに会う機会が増えたせいか、漫画の中くらい楽しい思いはしたいと感じているのかもしれませんが、お二人はつ作品を見て気持ちが落ち込むことはありますか また自分のように読むのが辛くなった経験はあるでしょうか<る>うん、俺ね。とあ、俺、うつたまのがむしろ好きなのよ。うん。全然平気なのね。その、読むのが嫌だとか、はい、あとなんかグロいの嫌だとかいう人もいるじゃん。もうそういうの全くないんだけど、うん、ないんだけども、ただね、えっ、ー、と、20代の、 中盤まあ、一、まあ、暗黒期というか、その社会的な視点から行くと、まあ、俺、まあ、社会的には逆に暗黒じゃねえんだけど、まあ、精神的に言うと暗黒期があったわけだ。俺のね、その社会に溶け込もうと頑張ってる時期、20代中盤の時は、やっぱり、たわいもなくても明るいアニメとか、テレビとかをすげえ見てた気がするわ。だからそういうことなのかもしれないね。無意識のうちにそういうのを選んだ気がする。だ、もう、なんだろう。 ね、全然見ちゃうあの全くもって一緒なんですよへえあのまあうつう歌とかもそうなんですけど、うん、好んで聴いてるときはあのそもそもそういう状態であるっていうのに途中で気づきましたね逆じゃないですか俺と <laughs> あ逆かじゃあ逆かもしい逆ですああああ,あ,あ,じゃあ 元気がないときにそういう暗い歌なんかを、要するにまあ共感を得るってことああ、ああ、へえ。だから、全然読んだり聞いたり、俺も好きなんですけど、うん、なんか、俺はなんかすごい、自分の精神状態の指標にし、最近は、最近っていうかするようにしました、途中から。自然と聞きたくなるの特になんか理由もなく、なんとなんか聞きていなみたいな。あ、そうですね。なんか手がを見るみたいな感じで。えー、その時は、うん、あこれちょっとよくない状態だなみたいな。 ああで、自分で判断して、改善に。<う>えー、鬱うつ漫画うつ漫画って例えばな,なんだろうなうつ漫画うつ漫画って何あんた主人公死ぬとか、主人公。まあ、いわゆるバッドエンドってことだよね。まあの、なんちゅうか、あの、古谷稔あの、岸が寺とか。あ<ー>、岸<ー>が寺はのの、はまあそうだね。うん。俺でもそれで言うと、 カムイデンだがカムイガイデンもなんか、なんかこれどんどん主人公かわいそうになってくなみたいな感じで。もともと話が暗いですからね。暗いけど、なんかどんどんなんか、親父はいなくなれば本人の腕は落ちていくわね。なんだこの漫画と思って。<laughs> どこに、どこかたら気持ちよくなりゃいいんだよこの漫画と思ってたけどな。あれ、ああいうのの方が、なんかこうじわりじわりと不幸になってって、きつかったかもしれない。そういう意味であジャンプっぽくない。あれ、カムイデンだけジャンプでしたっけ物音。 いや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 、ジャンプじゃないでしょう。多分。ジャンプってやっぱどんどん良くなっていくるじゃないですか、基本的に。そうだね。基本そうだね。どんどん悪くなるのないっすもんね。う、えーん、そうだね。最近、ジャンプだとないだろうね。ジャンプだとないだろうね。うん。ジャンプっ子じゃないですか、男の子ってやっぱり。そうだね。うん、だからどんどん悪くなるっていうのを好むっていうのはちょっと。 少ないのかもしれないですよ、ね。まあ、そうだよな。だらそら、疑似体験みたいなところあるじゃん、漫画って。主人公にな、まあ、主人公でも何でもいいんだけど、好きなキャラクターに自分をこう投影して、ね、も楽しいとか、うん、気持ちいいとか、嬉しいとかさ。それで、どんどん、なんか、確かに打つ点か。でも、初めからそういう作品だって思ってれば読めちゃうんだけどな。あ、でも、主人公が不幸になるのは、俺も嫌かな。うん、周りがどうとかはいいけど、 で今はそうだあれ少年のアビスって、ヤングジャンプやってるんですけど、うん、もう基本的にやばい打つ展開ですよ。ああ、途中、なんか見たな、あの、女教師に捕ままるやつだよね。とか、もうあの出てくる人、大体もう、あの、打つ展開になるって、今はね、人気のある漫画で、なんか最もうつうつしてる漫画かもしれないです、ねえー 確かになぁ。あ、でも言われてみりゃ、俺、あれ、あれ読んでる間ちょっときつかったなぁ。えっと、牛島くんのさあのさ、なんだっけ洗脳くんか。あの話はさすがにちょっと、早くこの回終わんねえかなと思ったな。うーん。牛島くんやっぱきついの多いっすよね。うん、まぁ実際の事件扱ってるのとかも結構多いし。うーん。あれはさすがになんか、終わんないかな。この、この回早く終わんねえかなって、さすがに思ったな。うん。 でもやっぱ関係あるんだろうな、精神状態に。そういうのが好きかどうかって。やっぱりさ。う,うん、あると思いますよ、俺。ね。あの、自分がさ、すごい疲れてたりとかさ、落ち込んでる時にさ、何気ない一言がすごい嬉しかったりするよね。うん、まあ、もうそうですよね。うん、最近はま、はい、全くそういう状態に俺は入り込んでないけど、うん、やっぱマージャンすげえやってた時期とか、まあ、プロ1年目とかゲームの、 まあ、20代の終盤とか、やっぱなんか、心が疲れ切ってるときって、そういうのを求めるから、うーん。だからその、なんだろうね。やっぱ、そういうところで住み分けができてるのかもしれないよね。例えばこの人の配信は、平和だから、ね、見に行くとか。うん、逆に、普段は結構、まあ、充実してるから、あんまり平和平和してても別に刺激がねえなっつって、うん、あえてちょっとこう、荒々しいところに行くとかさ。まあ、自分の状態によって、 まあ逆に自分が進んでる時にあえてそういうとこ行くって人もまあね、うん、ね逆,逆バージョンでね、あるかもしれないけど。だからそこを知っとくといいかもしれないですよね。うん、その、あ、今は自分これ、この味が好きってことは、イコール。ああ、はいはい、そうだね。こういう濃いめの味が好きってことはっていうね。うん、うん、そこを持っとくと、なんかいいかもしれないですよね、対策として。確かに。うん。いや、だそう考えると俺やっぱ人の言葉が 刺さんない人間なのよ <laughs>。う,うん。うん。いや、まあ、フードもそうだと思うんだけど。えどういや、刺さります。え、嬉しいとかある嬉しい、嬉しいとかあるなんか人に何か言われて。例えば。優しい言葉嬉しいは相当ない。ないよね。うん。嬉しいはやばいですね。ないよね。うん。うん。でも、心が疲れ切ってる時は嬉しいんですよ。そう、こんな俺でも。やっぱり。 織笠さんがねやっぱそこら辺の名手のイメージありますか <laughs> 織笠さん織笠さんと一緒にいた時はむしろ疲れてたのは向こうだと思うよねあげてたがますかええー、俺は優しいまあわかんないまあお互い様かもしれないけどね、うん、特に俺は心は疲弊してたわけではなかった あ、でも,でも、ね、配信始めた帳簿とかはちょっとそういうところもあったかもしれないけど。うん。うん、割と毎日結構楽しく過ごしてた気がするな、あの頃は。ああ、楽しそうでしょ、楽しそうん。うん。なあそんなに。なんか一番ワクワクしてた時,時期なんだよ、多分。プロゲーマー始めてから。うん、あのー、そうです。すそう。まだ漫画も始まってないし、うん。うん。あまあ漫画、まあ始まった後でもいいんだけど、うん、どうなってくるんだろうな、まだ。みたいな 本格的全然全然、2012、3年ぐらいからだからあ、配信はね、配信はそうだけど、あの、ほら、オリカさんと初めて会った頃って、2012、2013年で、ねの、プロゲーマーっていう仕事がどこまで行くんだろうっていうのが全然見えない状況だったんだよ。うん、RPG で言うと、ラスボスもわかんないし、まあ、ストーリーも全然見えてこないみたいな状況で、やっぱ楽しいじゃん、うん、そういう状況って。そうですね。うん そうだ、一番ワクワクしてた時期で、え、漫画始まるんだろう江戸漫画。だからもしかしたら漫画もさ、1巻で終わるかもしんないし、100巻まで続くかもしんないわけじゃん。うん、わかんないわけ、わかんないわけでしょ、うん、っていうその未知の状態ってやっぱ楽しくてさ。うん。これは、公演もまだそんなにやったりしてなかったからな、あの時は、うん、板橋時代とかっすよね。えっと、そう、板橋時代。そう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 、板橋時代。うん。ライブフレーム。あ なんかあと今ってさ、やっぱう承認欲求がさ、満たされてるわけさ、今。ね、<laughs> 正直、まあ、配信とかもあるしさ、配信つければ人が見るし、うん、それ挨拶。まあも文字、文字だけだけどね、文字だけだけど、挨拶もされたりするわけじゃない。うん、そうするとさ、承認欲求が満たされちゃうんだよな。もう満たされすぎても、うん、なんかよくわかんない感じになってきちゃうわけ。人間、バカ,なんかバカになっちゃうんだそこらな。 だけど、やっぱさ、ゲームやってない時期って満たされてなかったんだろうね。こう、社会からも認められてないっていうか、職場でも認められてないし、みたいな。人からも知られてないし、みたいな。だから、その頃俺超ミクシーやってたもんね。ミクシーで、すげえ、いや、ていうかその、いや、知り合いとだけだけど、すげえ発言しちゃうんだよ。そういう場所で。わかる白根、熊、白熊パンチそれは、ギー、クジラ あ,あそう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 。うあ,あそうそうそう。やっぱりね、なんで今思うと、やっぱこう、乾いてたんだろうな。承認欲求が満たされてなかったんだろうね。もうね、すげえ、すげえ発言しちゃうんだよ。うん。なんか、それは多分あの、承認欲求と多分欲求が多分あって、うん。承認欲求って二人でやることだと思うんですよ。多分俺と、俺がいて、うん 梅原さんが俺が好きな言葉を泣きかけてくれると承認欲求,欲求ってあるじゃないですか<う>でだから2人必要なんですけど承認欲求ってはい、はい、でうちらって大会に参加したりして、うん、その強さでその名声を取るときって多分一1人でできるからその欲求をうん、うん、だから承認欲求いらないんだと思うんですよね1人で解決できるんですよね多分自分が一番スト5が強いんだってゲームの世界はねあ 対戦相手は必要だけどね、対戦相手は必要だけど、えっと、まあ自動的に勝つ,勝つだけで、ある程度満たされるっていう話、ね、満たされるってあるんで、うん、その誰かの言葉とかいらないから、からチャレンジしてると、基本的に承認欲求って少なめになるんじゃないかなって、いう、うん、なんか思いますよね。だから承認欲求求めてるときは、そもそも自分にアクションが少ないのかもしれないですよね。ああそれあるかもしれないね。 うん、今まさに充実して活動的ですって人がさ、やっぱりミクシーで、うん、な<あ> <laughs> 日記を、日記、日記というか、まあ、クソ、くそどうでもいいこと書いたりしねえよな。まあ、友達にしか見せなかったけどね。はい、鍵かけてたけど。はい。うんん。ある,あるなあだから俺も多分今、人に知られても、何とも、人にも知られたくないし、別に。 声かけられてもさ、かろうれんしめんいやいや、じゃ今ね、今その声かけられたりしてもさ、ああ別に、嬉しいとかもないっすよ。おおーみたいな感じだけど、うん、これがもし引退とかして、人からちょっと、ね、声かけられたりする機会が減ったりした時に、声かけられたりするとすげえ嬉しかったりするんだろうな、とか、思うもんね、やっぱな。ああ、嬉しいでしょうね。うん、その頃になればね、今は全然なんとも思わないけど、うん、うん。そういうのあるだろうな うんえー、フードってミクシーやってたのもう,もうバリバリ。全員やってたんじゃないですかあれあ、そっか。うん、全然。日記とかは書いてないんですよ。だから人の。ツイッターの,、Twitter、の使い方結構近いのかもしれないですね。今日は誰かのところを見るああ、なるほどね。どんなコミュニティだったかなもうあれだよ。もう一緒だよ。メンバー。ゴンタとユウくんとアールと、みたいな、そんなのあな 十何年前か、十六年前ぐらいだけど、メンバー変わってない。で、メンオジと、みたいな。えっと、あれ今俺が言ったんだっけか。あ、そうですね。じゃあ、ナダルさんで。ア原さん、フードさん、青さん、こんばんは。多分これ青さん青さんいないけどね。皆さんは、普段リーグなどの長期戦に備える際に。 どこまで練習すれば自分自身で納得できるでしょうか。うん、長期戦に挑む際にここだけは絶対に完璧して望むなど皆さんのこだわりを知りたいです。うん。毎質問しようと思ったら今回も投げた。ああそうなのかな。なんで青さんなのんね。<laughs> まあまああの長期戦でどういう風に思うって望むかっていう質問ですね。はいはいはい、う,んうんうん、うん。俺はやっぱり。 勝率ではやっぱ判断しない方がいいなと思ってるんだよね。不安要素が残る、はいはい、もちろん、はい、うん。はい、そうそうそう。もちろん勝率が高い状態で望むことになるんだけど、うん、大事なのは、やっぱり、まあこの話前もしたなような気がするけど、根拠、自分の中でちゃんと理屈が立って、これこれこういう理由で勝てるはずだ、みたいな。うん、何かよっぽど相手が正しい情報を持ってない限り、この組み合わせで、例えば10回とか7回やったら、 負け越すとは考えにくいっていう、確率的にね。うん。うん、まず、まず勝つだろう。勝つはずだっていう。うん、っていう根拠があったら、よし、いけるっていう感じになるかな。だか勝率で判断すると危ないなっていうか、結構その相手任せになっちゃうから。あれ攻略っすよね。この技に対してこれ技打って、この技に対してこの技打って、やり続ければ勝てるだろうみたいな。うん、うん、そう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 。基本的にそこで見るみたいな。うん。 あけどまあ俺もそうかなけどなんか俺はあの予備の対策1個持ってて、うん、やっぱすてきする用も絶対に持つようにしちゃってますねあっだそうな時にあのー、自分の攻略より相手の方が攻略が上の可能性は常に考えてやるんですよ、うん、やっぱ自分の中でこれがすごい最善だなと思って、うん、で相手も多分こんぐらいの範囲だなと思うんだけどそれを超えてくる可能性ってあるじゃないですか長期的にまあそうだねうん それで相手の方が強いから負けるっていうのは納得はできるけど俺あらがうの結構好きなんでうんあがくってことだよねあがくうんなるほどねあがくように違うのも一応持って臨みますだ二つ持って実際それで勝つことあるもんねうんそうじゃないと勝てないなと思っちゃう逆にうんなるほどこれはでも いつのメールだった <laughs> だいぶ前だよな。三ヶ月前ぐらい。多分だよね。青って。うん。そうだよね。違う話結構してましたからね。青くん、いただき。そうだね。うん。なんか恋愛の話とかしたから多分。ああ<ー>、そうだね。もしかしたら。うん。青くん自体が質問めっちゃやってくれたんで。確かに。さあ、じゃあどうしようかなー。ええー。 うん、ど、どれしょうかな。あ。日光は、僕の敵。えっ、ー、と、ほい、今後二人が住む場所として、マンションと一軒家どっちに住みたいですかまた住むにあたって、これだけは譲れないといったこだわりはありますかい。一軒家住みたいってある俺は、ないです。ゼロ。ゼロっすね。 ああ俺は、う,ね、うん、一軒家のメリットってでも何なんだろうね。でかい。でかい、はい、でかい。でかいが一つ。でかい、えっと、音を気にしなくていい。音を気にしなくていい、はい。まあそうでもねえけどな、意外と近所が近かったりすると、言われたりするけどね。うん、うん。でもまあまあ。まあ そのじ、上下の音は気にしなくていい。確かに。はい。うん。あの、うるせえとかはない。その、足音がうるせえとか。そういう心配はないよね。一見は、ね。そうですね。うんう。回線速度とかも確かにある。回線速度。ネット使えます。あと、犬とかもね、うん。そうなんだ。庭がな。ああ、そうなんだよな。その選択肢はちょっとな。うん。あと、植えたりね。中出るね。うん。なんか植えたりしたりとかね。 植物育てたりとかもしやすいよね。一軒家だとね。そうですね。あとは、駐車場がいらないか。あ、まあ、それは、ある物件にあるか。るそうだよな、ね。まあ、まあ、つけると思います。俺、一軒家で駐車場をけないは、後派すぎるなっていう。<laughs> そうだよね。まあ、駐車場もあります。うん。うん、そん。あとは、やっぱ、あるじゃないかな。土地が残るっていうのがでかいんじゃないかな。 あまあ、それはあるかもしれないですよね。マンションだとね、建て壊しちゃうと。うん。途中自分のもんじゃないですからね。うん。そう。そう最近知ってさ。うん、そうなんだ、みたいに。うん。一軒家。一応、自宅っていうか、その、実家が、ね、まあ、まあ、一軒家っちゃ一軒家だけど。うん。うん、まあ、そこで育ったから、 なんか、夏、懐かしいなと思うし、帰るといいなと思うけど。うん、てか、大,大買い物じゃない。とんでもない買い物じゃない、家って。まあそうっすね。うん。そう考えると、まあそこまでの決断を、やっぱりしよう的になんないんだよなうん。まあ、一軒家もね、最近ね、あの、借りるのも全然普通にありますからね。ちょっと一軒家借りてる人結構いいんじゃないかな。 けどなんか俺家って広いくなくてもいいかなと思っちゃってんですよね。うん、まあ、掃除大変だしね。そう、掃除大変だし、交流も減るじゃないですか、ね。確かに、うん。狭い方が重いんじゃないかなと思うんですよ、ね、<laughs> うん、あの、貧乏なさ、家族ってやっぱ仲いいのそういうとこだと思うもんね。やっぱさ、常に。交流するしかない,いう,うん。それは俺あるような気がする。距離が近いっていうかさ、いつも顔合わせてるっていうのはあるよね、多分ね。 狭いところで共同生活してた目からすると、うん、やっぱみんながいるっていうのはやっぱすげえ、広いっていうのは利点と思う人もいれば、俺みたいに、まあ、そんな、なんか、なんか寂しいなと思っちゃう人もいるんだろうなっていうふうに思って、俺は、マンションのほうがいいかなと思ってます。うん、あとは、そうよな、だ子孫は、まあ、子孫、子孫のことを考えるかどうかだよな、結局。 自分だけだったら別になくてもまあいいじゃん。なんとか別にね、ボロボロのアパートでもまあ生きていけばいいかなっていう。うん,う,んうん。最悪ね。うん。うん。だけど、うん、やっぱ家あった方が安心だろうしな。まあ、こね、残すって感じっすよね。死んだ時に、うん、家あったらお父さんありがとうと思いますもんね。う思うよな。俺、今、今でこそあれだけど、やっぱ、 俺の人生どうなっちゃうんだろうなって思った時に、あの、家、い家、家一軒なっ、家、家があったってちょっと心強かったもん。あ、なんかっても最悪この。最悪ここで、深夜のコンビニで首にならないようにしっかり立ち回ってれば、死にはしないんじゃねみたいな。うん、そういうのあったな。うん。それ、それはあるかもしれないですよね、うん。うん。そこだよな、そこら辺だよな。 なんか近くにこれは絶対欲しいみたいなことあるんですかえっと、あ、何立地ってことそう。セブンイレブンかなあ、逆にセブンで大丈夫です、ね。その。<laughs> <で>セブンであればもう。<laughs> セブン、そうだね。セブンが。しかもセブンってさ、品ぞれ店によって違うじゃん。違う。あ、そうっすね。フランス。ね。うん、だから。 ああ、理想は2件、3件。<laughs> そんなに炭焼きできてるんですよね、セブンで。結構ね、商品、あれ、ここ、この店これねえんだとか、あるよ。あ<ー>、うん、特にホットスナックは個性出るね、<れ>店によって。あそうなんですね。うん。変わる変わる。こんなセブン、セブンでやり込み要素がある。え、家の近くに今セブンが、何件あるんだろうな。 徒歩3、三、う、分、ん、いや、三分だよ三分、五分は、五分かかんないよ三分以内に、四軒ぐらいなんだよ。あ,あ、それめっちゃ多い。俺一軒しかないですもん。うん、セブンの創窟みたいなとこに住んでて。うん<ー>。だから、<laughs> 一応おに、お気に入にのセブンに行くんだけど。うん。そこ,こはね、カレーパンがないんですよ。どう<ー>カレーパン。 あ、はしごもするよ。4軒とか回るよ。全然。全然回るよ。<laughs> まずお気に入りのとこ行って、こここってあ、ここ、これねえんだ、みたいな。そうそうそう。まあ、売り切れとかもあるしね。うん、そあ、蕎麦置いてねえや、みたいな。わかめ蕎麦食いてんのにかき揚げ蕎麦しかねえや、みたいな。じゃあ別のとこ行くよ、みたいな。感じで。で結構行そう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 。ここってやっぱセブンっておもろいっすね。え、それってローソンとかあんまないんすか、そういう。いや、あると思うよ。どこもかしこも、そりゃ。 単純に俺セがセブンが好きで、セブンが好きってだけで、うん。そうそうそう,そう。セブンは欲しいな。スーパーもまああった方がいいわね。スーパー、セブン。でっかいスーパー便利っすよ。そうだなぁ。そうだなぁ。俺あの、池袋のさ、あ、池袋詳しいよな。詳しいっす。あのー、ほら、なんだっけ、声優だっけああ、はい、サンシャインのところですよ。うん。あそこにさ、はい、ウサギで働いてた時によく行ってたんだけど、あそこでっかいよね。うん でっかいしでか、ね、24だしそういいんだよ、うん、何でもあるんです,ですけどね。まあな、うん、俺も言ってましたよその鍋とかやるときとか夜の鍋やりてえなってなったときあそこ行くもうあそこ一択だよなあ、うん、あれぐらいでかいの欲しいねでもあれはちょっと住宅街にはないだろうあのでかさあの、うん、ここねターマンの近くにの下にあるパターンはありますね新宿住んでるときとかはそうでしたね下に あのでっかいスーパーでしょ。ああ、そうなんだ。ええ、でかい。めちゃくちゃでかい。めっちゃでかい。ええ。池袋よりは狭いんですけど、うん。まあさすがにかなり戦える感じで。ええ。あの、めっちゃ便利でしたね。あそう。全然だわ。スーパーが弱くてさ。スーパー弱いっすよね。ちょっと俺ね、俺今の近くスーパー弱くて。うん。 うちも弱いっすよ。すね、弱いちっちゃい<ー>スーパー弱い説ありますよ。ちっちゃいスーパー弱い説どういうことうん。だからスーパーってある程度でかくないと、あないっていう<ー>なんならもうセブンとかのほうがいいじゃんっていうそうん、そうなんだよ。思っちゃう,う。ただまあ、飯作るとかになるとやっぱスーパー行かざるへんからな。まあそうっすね。やけど、<ー>もう、じゃあセブンでもうできてるの買った方がよくないみたいな。 ま、そこ、まあ、そこら辺をどう、まあでもな、やっぱ、作りたくなるんだよ、ザルそばとかさ。さすがに自分で作った方がうまいからさ。あ、<laughs> 作るぜ <laughs>。あん、やっぱり。セブンの、いや、あの、わかめそばとかさ、かき揚げ蕎麦結構うまいなと思うんだけど、さすがにザルはちょっとさ、鮮度的に、どうしてもね。まあ差がある。まああどうしてもやっぱりね、ザルは、茹でたてのうがうまいから、どうしても。そ,、うん、そういうときは、 スーパーだな。あとネギとか売ってるからな。ネギとか。ネギ売ってますね。ネギ。いやでも最近結構置いてくれますよ、セブンっていうかコンビニも。そうなんだよ。刻みネギ。いや、置いてんだよ。しかも刻まれてんすよ。いや、そうだよ。いや、そりゃそうだろ。いや、逆に丸ごと一本お金だろ。そだ <laughs> <laughs> 俺、いや、でも俺もいますけどね。<laughs> うん。刻みネギは逆にスーパーも今常備してますよ。うんうん、しかも2種類あるんだよな。あの、青ネギみたいなさ。小ネギみたいなのと,と、あ,うん、あと白いネギのな。 うん、ちゃんとねその,その日の気分で、はい、そう、入れるから。うん、まあまあでもコンビニスーパーぐらいかな、他に欲しいもあるあとまあジムかな、ジム近くに欲しいな。俺は栄えてる方がいいっすね。俺も結構その、都心峡なんですよ。都心峡、初めて聞きました、そんなことは。まあ、意味は何となのか分かるけど。<の>うん、家でゲームばっかしかしないんですけどうんうん、うん、都会に住んでたよね。 だかたとえ都内でもちょっとなんかこう駅から離れて歓声だったら、うん、俺は逆に嫌だなと思ってうるさいぐらいでいいですマッがあのねいやまあそういや若い時俺もそうだったんだよなでもなんか最近最近はちょっと散歩が好きだからさ散歩の楽しさが減るんだよな都会、うん、ってああ俺逆なんですよね 逆いやいや、ど田舎はそう、いや、ど田舎は、いや、あれよ、畑、畑ばっかとかはな、なしよ。もうちょっとさ、ちょっと人は住んでるんだけど、ちょっと情緒が例えば日暮里とか最高だったのよ。散歩するには。この辺。あ、いろいろありますもんね、あそこら辺そう、そう。公園もあるし。まあ公園はあれなんだけど、でも、なんかこう、古いさ、建物あったり、新しい建物もまあちょこちょこあったりするんだけど、あんまり都会だとさ、もうなんかビルばっかでつまんねえなっていう。 そこがなんか俺、なんかいろいろ酔っ払い見,見たりとか、うん、なんかリーマンがこう、外でタバコ吸ってるとか、見,見てる。なん,かなんか、あ<ー>んか毎日違うじゃないですか。そうな、ね<の>うんうん。なんかそれがなんかすごい、なんか物語があっていいなっていう。ね、<laughs> 物語、<laughs> まあまあ、うん、ま,あまあまあまあ、確かにね。まあでも易度の高さ、高さ低さとかも込みで見たいなって。ああ、そういう意味で言うと、えっ、ー、と。 人の出入りがというか、こう、行き換えがすごい多いとこでの飲食店は楽しいよ。来る人全然違う。うん、ね、毎回人違うからね。うん、うん。そういう楽しさはあった。うん。うん、まあ、中、感じることでございます、俺の質問は。ああ一回ぐらいもう死ぬほど都心に住んでやろうかな、もう。も俺ら歌舞伎町っすよ。もう歩いてすぐのところ住んでたから。まあ、あそこはもう、うん まあまあ、賑やかさでいうとトップか。プうん、まあ、民度の低さも尋常じゃなかったですけどね。まあそうだよな。<laughs> それも込みでおもろいなと思った。うん。そこより賑やかにとっても、どこだ六本木銀座、まあ、それも怪しいよな、神<ー>木町のほうがうるせえって賑やか、にぎやかだ、まあ、って、結構ターマンで高かったと思うんですけど、うん、キャバ嬢とホストとかいますからね、結構異質だと思います。 そうだよな普通はやっぱりこう人生もう余生みたいな家族が住んでるからな。金のあるマンションってな。うんううん、場所があったと思 YouTuber とかもめちゃめちゃ多かったと思いますああ<ー>す。今金持ってますみたいなのが多かった。<laughs> なるほどね。<laughs> この瞬間を楽しもうみたいな。<laughs> だから人に対して厳しいんですよ、なんかね。ああ<ー>。やつらが多かったなと思います。余裕がないみたいな。金はあるけど余裕がないみたいな。余裕ないです。エレベーター入ったら入ってくんだとかってことですよ。うん、そんなのないじゃないですか。 <laughs> 確かに <laughs>。<laughs> 揉める気満々、ね。終わってんなぁ。うん。終わってんなとて。ああ、次どこすんのかな。今一番土地が高いの表参道って聞いたんだけど、ほんとかね。土っていうか。ああ<ー>、全然わかんないっす。でも高そうだよね。高そうは高そうだよね。うん、だけど昔俺が、あのほら、ビッキーズって地下の狭い場所だったんだけどさ、そこって、 小川町なんだよ、最寄りは。もう真ん前なんだああ、小川町か。はいはい、小川町で、で、ちか、こういくらっすかって聞いたな。ただから、うん、50万っつってたな。めっちゃ狭いけど。そんなに昔ってお金稼げたんですか経営線って。いや、まあ、昔は稼げた。あのですね、あのですね、ビッキーズの店長の親は、やばい金持ちだったらしいよ。<laughs> あ,あじゃあ、捨て毛しても大丈夫みたいな。財閥で、あの、家行ったことある人が、家が、家が行ったことある人が、あのさ、竜禄の剣2のさ、ロバートステージってわかる色の変わる噴水が、家、色の変わる噴水が、いえっと、背景にあるのよ。まあ、そロバートの知らんだけど、うんうん、ロバートステージだったって言っ門家が。うんそ門が、門が、もうすごくて、みたいな。うん、財閥らしい。 家に作るんじゃなくて街に作ったって感じなんだな何を街に作るそういう自分の好きな空間って家に作るじゃないですかああそう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 ゲームが好きな人だったんだよね<の>多分、うんま、街バージョンなんだなそうだからもうなんか全然道楽でやってて客とか全然来ないのにもう、うん、営業できちゃってていやそれは絶対にいい店っすよ だって英語力がないから、常連に対して尋常じゃなく優しいし、<laughs> うん、いや、普通に寝る、みんな椅子並べて寝すもんだって、普通に。ああ、だ潰れるんすよね。さすがに潰れてたね。うん、さすがに潰れる。うん、けど、あの、経済的な問題じゃなくて親、親に、親にさすがにって言われて、お畳んだらしい。<laughs> <laughs> 最高の空間だったんだけどなぁ。うん。あ、逆に潰れんだ、そうだ。 いやだ、逆に言うと、だからその別に儲かっててもなんか多分潰れる可能性があるっつうか、親の気分だからもう。うん、親からしたらそんな、ね、ゲーセン1個や2個はどうでもいいだろうから。親行ったんじゃないですか、そのビッキーズに。あ、行ってこれはねえわっつって。これはダメだろって、この空間は。いやー、確実に世界一熱,か熱いゲーセンだった時代はあったはずなんだけどな。ええ、いやそれも今から振り返ると多分2年ぐらいなんだよな。2年間ぐらいなんだよな。 平線が本当に暑かったっ。ったうん。多分2年ぐらいだよね。すげえ長く感じるけど、多分2年、下手すりゃ1年半。そういう店長さんって会えるんですか、今。昔のい。いや呼び、呼びかけいや、ネットワーク、えっとね、会えると思うな。俺の知り合いの知り合いぐらいで多分もう行けるはず。繋がってるはず。ああ<ー>。うん。結構な、何ですか、そういう昔の人と会いたいみたいな。 店員さん店いやー、ビッキーズの店長はちょっと会いたいな。会いたい、会いたい差はある。すんげー温厚な人でさ。めちゃくちゃ温厚な人で。あ、ゲーセン店員、店長、温厚説あるっでしょいや、もう、もう温厚。もう、だからもう、一切気を張らずにも、私の人生は幸せに終われるということを確信してる態度だよね。<laughs> <laughs> <laughs> 私は一切バトル、一切バトルをする必要がございませんということを確信してる人間のやっぱりオーラがあった。今、うんまあ、優しい、物腰柔らかいさ、さっき、気の弱い、なんか、全然怒んないような人なんだけど、うん、で、結構よく話してたよあの昔の話聞くの好きだったんだよ。昔、誰が強かったんですかみたいな。要するに、猛者が集まってたからさ。何々組んだねみたいな。 ええー、いやー、どうかなやっぱ立川さんだと思うけどな。あ、でもこんな人いたなとか、あこんな人もいたなとかって聞けるのよ。それが面白くてさ。えみたいな。この人って、名前なんて言うんですか名前忘れちゃったなーみたいな。プレイヤーが昔話、ゲーセンするじゃないですか。うん。単純にゲーセン店長の昔話の方が面白そうですよね。え、面白い可能性あるな。数がもうええ、何倍もある、うん。そうだよな。うん。それはあると思うわ。うん プレイヤーってだって大体そのゲーセンの一時しか行ってないわけだよね。自分目線だけですからね。うん。店長になると凄そうだよな、やっぱりな、情報量が。俺は、うん、だから、もしなかったら、店長誰か呼んでくれたら。店長系店長。店長系。店長系。<laughs> ベッドハーフの店長はね、逆にね、プレイヤーたちとの交流があんまない人だったんだよな。店員は結構、あ<ー>うん、あら仲良かったんだけど、みんなと。うん。 店長はなんか、職務を全うしてたな、ひたすら。<laughs> ああ、私結構そういうので、分かれるのかな。あるね、モアの店長も、うん、あれだったな、全然こっちサイトには来なかったな。モア、うん、とかはまあしょうがないと思うんですよ、日中。まあな、まあそう,だなう。もう新宿も新宿で。うん。ちょっと歩きゃ歌舞伎なんだね、<の>だってね。そうですね。あれも客層かなりやばかっただろうなっていうのもあるし。 あもう、でもやっぱオタクの聖地っていう感じだった気がするけどな、そうは言っても。うん。うん、そうっすね。まあ、有名、<ー>有名犠牲者。うん。いや、一元さんやっぱり帰っちゃうよ、あそこ異様な空気だから。うん、それ以外で言うと、店長、店長系だと、ビッキーズだろうェッドアールだろまあ、聞いたことあるって言ったんでモア、あとは、西スポの店長って誰だっけ 店員はいっぱいいるよね、名物店員でもいや、もう、ミゆ,ゆさんしか出てこないですよ店,<ゆ>店長じゃないけど。ミゆ,、えー、ゆとさ、あとなんかもう一人、メガネかけたちょっと丸っこい名前なんつったっけなぁ。名前どこね忘れちゃった。なんかいたんだよな。ちょっと大会とか運営してくれる人が。深見さん違うかな。深見だっけなんかそんなの名前だった気がする。昔,昔、あの、ばあちゃんのあの全国大会実況とかしてる人が、うん、あの、西スポーのガンダムの実 本当に僕は20年ぐらい前なんですけど。いやー、じゃあ違うかな、うん、ガンダム好きって話は聞いたことないな。いや、でも分からんな。あと、あのー、ん東東,東っていうか、本,本館になるのかなテスタメント使いの店員いたよね、うん、なんだっけネギだっけあ、分かんないっす。知らねえかお前、お前さギフってやってないか、うん。アクセルさんとか働いてなかったっすかアクセルってね、バンで。 あ、じゃなくて、えっ、ー、とあ、アクセル使いの人、シュートか、シュートギー。シュートはギーゴ。あれギーゴ。うん、いけぎ、あれいけぎ。う<れ>ーー TRF の店長とかと話したりしなかった。ね、あー TRF の店長はね、いや、あるはず、1回ぐらいあるはず。うん、うん、1回ぐらいあるはず。TRF? 昔、なんかなかそうでしたし、ね。あ、はいはい。うん。 昔の潰れた店長系だって名物店長やっぱ面白いもんな。まあ、山岸さんとかもそうだし、山岸さんと松田さん。あとスカイの店長とか。スカイの店長。ああ、のおじさんか。あの人、相当やばいっすから。味あったな、あの人な。何やってんだろうな、今の、あの人。クレープ屋じゃないですか。あ、クレープ屋やってんだ。俺本職はクレープー。あ、そうなのクレープ そうクレープ屋をやりながら、うん。その、あ、スカイをやってたみたいな。あ、へえー、そうなんだ。もともとじゃクレープがメインなんだ。そうそうそう。ああへえー。そっか。こんなこんなで結構いい時間だな。じゃあ次ラストぐらいにしとっか。はいよ、了解です。えーっと、そしたら。 うん短めで終われそうなやつにしとかないとな。短いかどうかわかんないけど、これはちょっと楽しそうだな。ラジオネーム匿名。おい、梅原さん、フーさん、こんばんは。 私事ですが、つい最近子供が生まれました。フードさんの息子さん同級生になります。もちろん嬉しく感動しています。これからさらに仕事を頑張らなくてはと思っています。しかし、自分の時間がどんどんなくなることに対して漠然とした寂しさを感じています。こんな感情を持っていることに驚き自分に少し幻滅しています。梅原さん、フードさんは自身の大切な相手に 自分の時間、場所を捧げることに対してどういう考えをお持ちでしょうかああ、これは、そうっすよね。もう、みんな思うやつっすよね。うん。だここに、まず一回、まあ、折り合いつけるっていう必要が必要というか。でそれができない人は、だから、育児放棄っていうかね、感じになっちゃうわけでしょダメ親父、うんうん、ダメ親父っていうか、ダメ人間になってくるわけでしょダメ親父になっちゃうねえ。だこれを、うん。 結婚とか子供が早いんですよっていういい特あの側面もあるい早いあの要するに、あの、ヒット確認しないでやるんで、あ,<ー>あの、結婚も子供も早く、そっち、それもすごくいいことなんで、うん。難しいですよね。これはなうん、わかる。まあ40歳で、 さすがにそろそろもう別に自分第一じゃなくてもいいかなっていう感じにはなってきたような気がするなあそれはあの、うん、俺もね,そのねか理屈があってそうだなと思いました、うんうん、その基本的に結婚すると自分の時間を半分渡すっていう、うん、で子供を産むとさらに半分を渡すみたいな、うん、自分は3分の1です4分の1ですみたいなだとは思うんですけど選択肢がめちゃめちゃ多いじゃないですか若い時って。うん、だから 結婚する後悔ってあると思うんですけど年、うん、取ると結婚する後悔よりしない後悔の方がまず上回って、うん、で別に全然自分のその半分上げてもいいやみたいなって思うようになるんで年、うん、取れば取るほどやっぱ結婚要するに自分の時間を渡してもいいっていうふうにはなると思うんですよね。うん、で逆にその覚悟がないとねやっぱり俺はちょっと怖いんだよな。 うん、うん、子供の時にやっぱ親は結構忙しいながらも時間作ってくれたなと思うからそれは結構いい思い出になってたりするからそれができないとちょっとかわいそうだなと思っちゃうな、うんまあ、今の時期もあるんですけど、まあ、やっぱ俺相当時間やっぱ使ってますねうんそうだよねあめ、うん、なんだろうかなり使ってるなと思うんで、うん、まあただそれも込みでやってるから うん、そうね。ま、うん、しょうがないかなっていうふうに思ってます。なんか、うちの親父は、なんか、相当俺が俺がっていう、まあ、人間だったんで若い時に。らしいんで、俺が生まれ、はい、生まれる前は。で、うん、あのね、そもそも青森に旅行に行ったその足で住むぞって言っちゃうような人間だから。ああ、え、住む、うん、いや、気に入ったぞ、みたいな。 急ぎに行ったぞっつって。うん。で、じゃあ来いっつって。めっちゃなんか古い感じの人っすよね。うん。で、<laughs> の勢いがうちの母親は仕事辞めて、うちの姉ちゃんも、たぶん幼稚園かなんか行ってん当時幼稚園か、小学生ぐらいだったんだけどあ。あ、もともと東京だったんですかあ、そうだよ。あ、それで、わざわざ青森に途中で行って、うん、そっから、うん。年、10年向こうにいて。 それはなかなか。で、うちの、なんだっけ、えっ、ー、と、俺は向こうで生まれてるんだよ、青森で。うん、はい。そう。でね、青森まではうちの母山も、まあ、うー、んうんうん、と思ったけど、まあ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 、つって、いっついて楽ったらしいんだけど、うん、途中で、ロシア行きたいなっていらっしゃるらしくて。うん <laughs> 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 ロシア行って近。近いですからね。いや、近いとかじゃねえだろ。だって、言葉もそうだし。で、なんか勉強したいことがあったらしいんだよ、ロシアで。うん。本人がね。で、ロシア行きたいな、つさすがの、さすがのうちの母親も。うん。ちょっと、まあ、その時はもうろん姉ちゃん生まれてるから。ちょっと、うん、うーん。 一人で育てるとなると大変だし、さすがにちょっと寂しいかなって言ったら、一応 <laughs> 思いとどまったらしい、思いとどまったらしいけど、うん、やりたいことがいっぱいあったみたい。いね、やりたいこといっぱいあってそう、でもなんか俺が生まれたぐらいで結構、うん、ちょっと気持ち切り替わった部分あったとかって言ってたけどな。うん、そういうもんなのかもしれないな。それが多分年齢のなんか、 いなうね、そうね。年齢もあるかもね。うん。だけど、プロゲーマー、そこら辺大変ですよね。その、まあ、うちら結構年はいってるかもしれないですけど、うん。業界で言うと、まだピチピチじゃないですか。ピチピチどころか、オギャーじゃないですか。俺らの業界時代がね。はい、うん。うん。だから、楽しいっすよね。<laughs> そうなんだよな。うん。これ、この、どうなるかわかんねえっていう気持ちを、この年で味わうって、ないよな。 もっと若い時だよな。と、人生が見えてるはずなんですよね。うん。だから落ち着こうかみたいなあるかもしれない。そうなのね。わかんねえからさ。うん。まあ。けどまあ、子供、いいですよ。ああ。ぜひ皆さん、皆さんそうおっしゃいますね。はい。まあ、じゃあそのうち。じゃあまあそんな感じ。どうする、フード配信はやるああ、じゃあやります。ありがとう。ごはいはい。じゃあ。 じゃあまた、また、お疲れさん。はいはい。じゃあ、またね,いいねはい。あべ、切っちゃった。うわー。あいや、もう一回。し谷さん、お願いします。し谷さん、お願いします。危ねあ危ね 配信始まった。教えてください。 下はコードネームやりますね。